改善できるような失点も多いっていうのもあるんですよね。あるんですけど、そのミス絡みの失点が一人の選手だけじゃなくて、はい、山根中間ポジションに入ってチャナティップが起点を作りました。山根からスルーパス抜けてきた遠野だ、こぼれ球、こぼれ球宮代、さらに遠野かき出した。これはオフサイド、はい、ファウルですか、ね、オフサイドですよね、っていたということなんですかね、はい、そうですね、はい、完全にオフサイドですよ ね、 そうですね、かなり早いタイミングで上げてたんですけど、まあここでも上げてるんで、ファンガラーノ、ファンガラーノ、黒川を使う、ふわっと上げてヘディング、杉山のヘッド、チョンソンリョンです。石毛が入れます、ヘディング、ダワンの頭、先制ガンバ大阪、ドンピシャでした。綺麗に当てましたね。いやマークをねジェバリ選手が引き連れてって、でここかぶった後ろなんですけどね、ちゃんとラインに3人入ってたのが大きかったですね、はい、剥がし切ってますね完全に。ラビからジェバリ、ラビからダワン、ファンガラーノ、ファンガラーノ、ファンガラーノ、パラスタにこう描きました、ファンガラーノ、50分2対0、見事なゴラストが生まれました。ここのオーバーラップで2対1を作ったことでプレッシャーがかからず、いやでもすごいシュートですね。ちょっと曲げるっていうよりはストレート気味に蹴ってるので、ミートの技術ですよね。すごい綺麗な弾道で、ちょっとキーパーノーチャンスですね、はい、もうかわした。さあ杉山、杉山、これはカードの対象です。車屋、ドリブルのコース取りが良かった杉山、はい、少し今来てるんでね、ここ1個、おお、インターセプト、石毛、ジェバリー、ジェバリーは引きつ、これはレフェリーがゲームを止めてイエローカードを提示しに行きます。ああ、退場ですね。2枚目が出ました。宮代、チャナティップから家永、宮代、切り返した宮代、宮代、折り返してゴール前はクリアしました。クロスバーに当たりました。さて宇佐美が入れます。高いボール、三浦が飛んで、もうこぼれた、ファンガラーノ、背中とかにこう当たってるのかどうか、あ、最後落ちた瞬間かもしれないですね。下手のところっていうよりは、もしかしたら足の、試合が終わりました。2対0、フロンターレを下してガンバ大阪、今シーズンのリーグ戦初勝利。